ちは。私たち2人で農業家の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。それでは農業家の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。生徒の人数はどのくらいですか？男子が少し多いですが、女子もたくさんいて仲良くやっています。農業家ではどんなことを学ぶのですか？農業家はその名の通り農業や食料について学ぶ学科です。1年生では農業の基本的なことを学び、2年生から作物、野菜、果樹の3つのコースに分かれて専門的な学習を行います。3つのコースとは別に選択科目として2年生から畜産または草花のどちらかを選んで学習します。学習メニューがたくさんあるのが農業科の魅力です。それではまず作物の主な学習内容を紹介します。向陽高校の最大の特徴は何といっても田んぼが広いということです。この広い田んぼで米や麦を作っています。これは田植えをしているところです。1年生では機械ではなく手で植える体験をします。2、3年生になると本格的な農業機械を使って田植えや稲刈りなどの実習をします。こんなにたくさんの機械を使って実習ができる学校は全国でも珍しいと思います。学校で採れたお米を使って酒造会社に日本酒を作ってもらい販売もしています。次に野菜の主な学習内容を紹介します。これはトマトの収穫をしているところです。収穫したトマトは選別して袋詰めします。種まきから始めて自分たちの手で一生懸命育てた野菜が収穫できた時の達成感が魅力です。メロンも栽培しています。糖度計で甘さを確認してから販売します。他にもキュウリやナス、スイカ、ブロッコリー、レタス、ほうれん草などいろいろな野菜を作っています。次に果樹の主な学習内容を紹介します。これはブドウを種なしにするためのホルモン処理をしているところです。手入れの良し悪しで品質が大きく変わるのでみんな一生懸命です。新しい種類のブドウ栽培方法などの研究にも力を入れています。これは収穫した桃の選別、パック詰めをしているところです。向陽高校の桃は人気があり予約注文に応じきれないほどです。他にもみかんや柿なども作っています。続いて畜産の学習内容を紹介します。向陽高校では卵を取るための鶏を飼っています。鶏は自由に動き回れる環境で健康に育ちます。取れた卵はパック詰めして販売します。向陽高校の卵は美味しいと評判で販売所はすぐに売り切れる人気商品です。鶏の他にはヤギやウサギ、ミニブタも飼っています。次に草花の主な学習内容を紹介します。これは校内で花壇を完成させたところです。他にも季節ごとの花の手入れや寄せ植え作りなどを学習します。その他地域の子どもたちや親子との交流活動も行っています。学校の隣に販売所があり自分たちで作った農作物の販売実習を行います。自動運転の田植え機やドローンを活用したスマート農業についても学習します。これは自動運転の田植え機を使って実習をしているところです。農業科で取ることができる資格や検定です。他にも漢字検定や英語検定などがあります。以上で農業科の説明を終わります。ありがとうございました。実習は大変なこともありますが、真剣に取り組んでいいものができた時にはとてもやりがいを感じることができます。植物や動物を育てることや食べ物に興味がある人はぜひ農業科に来てください。またお会いしましょう。